プレドニゾロンには注射薬と飲み薬があり、飲み薬 5mg 上が一般的である。本品は商品名プレドニンで売られている、最も多く見かける、錠剤 1C とト0条プレドニゾロンは、コルチゾールから作成された合成複時に皮質ホルモン製剤。商品名プレドニン。抗炎症作用があり、炎症反応の抑制に使われる。適応となる疾患は多く、 様々な診療科で使われる。特に内服薬を長期に使用した際には、感染症のリスク増加、副腎皮質機能不全、クッシング症候群、精神症状、骨粗症症、白内障など、多彩に生じることがある。プレドニゾロンを長期的に使用してからの中止は、離脱症状の可能性があるため、徐々に減薬する必要がある。 炎症のすべての過程において有効である。また炎症抑制作用だけでなくリンパ球を破壊するので異常リンパ球が増える疾患である。急性リンパ性白血病や悪性リンパ種では欠かすことができず、リンパ球が関係するなど自己免疫疾患、アレルギー性疾患、移植片拒絶反応の治療でも用いられる。風皮水薬品モデルリストに秀才 ドーピング禁止薬物の一つ。副人皮質ホルモンに関する研究は、1950年度、ノーベル生理学、医学賞を受賞している。これらの製剤は、ステロイドと総称されるがそのうちプレドニゾロンは、1955年に、塩野義製薬とアメリカ合衆国のシェリングが、技術援助契約を締結することで、日本に、 初めて導入されたステロイド系抗炎症薬である。ステロイドは、抗炎症作用や、免疫抑制作用などの薬理作用を有しており、様々な疾患の治療に幅広く用いられている。つまり、臨床核化においてよく使われる薬剤の一つである。ちなみに、日本の診療ガイドラインや、治療指針あるいは、手引きを調べてみると、ステロイドが、 治療薬の一つとして記載されているガイドラインは、70余りに上っている。合成糖質コルチコイドであり、使用性が高いため細胞膜を容易に通過して、細胞質のグルココルチコイド受容体に結合する。GC、GCR 複合体が生成すると、シャペロンタンパク質がグルココルチコイド受容体から解離して、複合体が細胞核内に移動する。 この移動は結合後20分以内に起こる。主に両体は、グルココルチコイド応答エレメントと呼ばれる DNA、結合部位に結合して、遺伝子の転写を開始、または停止させる。転写開始部位に結合した、複合体は抗炎症タンパク質の合成を開始し、転写抑制部位に結合した、複合体は炎症を遺伝子の転写を停止させる。 日本で入手できる剤径、誘導体としては、がある。ステロイド外用薬としては、日本での格付けで5段階中2のミディアムの医薬品の、キッソー酸酢酸プレドニゾロンと、1のウィークのプレドニゾロンがある。炎症の原因に関係なく炎症反応を抑制し、炎症のすべての過程において有効である。また炎症抑制作用だけでなく、リンパ球を、 破壊するので異常リンパ球が増える疾患である。急性リンパ性白血病や悪性リンパ種では、欠かすことができず、リンパ球が関係するなど自己免疫疾患、アレルギー性疾患、移植片拒絶反応の治療でも用いられる。他に、プレドニゾロンが使用される疾患は、急性炎症、慢性炎症、自己免疫疾患、アレルギー性疾患、ショック、痛風、 メニエール病、突発性難聴、急性白血病、ネフローゼ症候群、移植片拒絶反応など枚挙に、いとまがないほどである。例として、錠剤と注射剤には、内科、小児科領域、内分泌疾患、リウマチ疾患、抗原病、川崎病の急性期、腎疾患、心疾患、アレルギー性疾患、重症感染症、 血液疾患、消化器疾患、重症消耗性疾患、肝疾患、肺疾患、結核性疾患、神経疾患、悪性腫瘍、その他の内科的疾患、外科領域、整形外科領域、産婦人科領域、泌尿器科領域、皮膚科領域、眼科領域、自貧効科領域の適用がある。プレドニゾロンは卓越した糖質コルチコイド活性を、 持ち抗質コルチコイド作用の弱い、副人皮質ホルモンであり、気管自然息等広い範囲の炎症及び、自己免疫の治療を可能としている。葡萄膜炎、エソ性脳科和症、関節リウマチ、海洋性大腸炎、心膜炎、巨細胞性ドーム薬炎、クローン病、ベルマヒ、多発性硬化症、群発頭痛、血管炎症候群。 急性リンパ性白血病、自己免疫性肝炎、全身性リテマ等です。川崎病、皮膚筋炎、サルコイドーシスの治療に応用される。プレドニゾロン酢酸エステル眼科用剣膜液剤は、副人皮質ステロイド製剤であり、目の主張、発赤、創用感、アレルギー反応の治療に用いられる、無菌製剤である。プレドニゾロンは、季節性、または、 薬物性アレルギーを治療する。プレドニゾロンは、臓器移植後の免疫抑制や慢性原発性、副腎皮質機能低下症にも使用される。糖質コルチコイドは様々誘発物質に応答して、炎症反応を阻害し、治癒の過程を遅延させ、不臭、繊維素沈着、白血球輸送、繊維増殖、繊維目細胞増殖、 コラーゲン沈着、炎症後の瘢根形成を阻害する。注射剤は感染症のある、関節口内、活液脳内、検証内または、研修医、並びに同様関節の関節口内への投与は、禁忌とされている。その他、原則禁忌として、下記の項目が設定されている。外用薬では、吸収率の高い部位、頬、頭、首、陰部では、 長期連用しないよう注意し、顔への使用は、ミディアム以下が推奨される。病変の悪化あるいは変化なしでは中止する必要がある。外用薬について、全米皮膚炎学会によれば、ステロイド外用薬離脱の危険性を医師と患者は知っておくべきで、効力に関わらず2から4週間以上は使用すべきではない。副作用は多彩で、特に内服薬では、 免疫機能低下及びそれによる、感染症、副腎皮質機能不全、クッシング症候群、胃潰瘍、神経症状、精神症状、骨粗症症、白内障、NA 及び体液貯留、食欲増進、脂肪の異常沈着、ムーンフェイス、傷の治りが悪い、イライラ感、不眠などがある。重大な副作用として以下が知られる。その他、 食欲方針、体重増加、悪心、不快感、感染症のリスク増加、心血管イベント、皮膚症状、高血糖症、月経異常、ストレスホルモン応答低下、血圧上昇、電解質異常、消化管障害、筋骨格系障害、神経系障害、行動障害、等が現れる。微中核潜航や、超潜航でステロイドを中止する場合がある。 短期治療では、ステロイドの副作用は多くはないが、治療が長引いてくると、体重増加、免疫反応不全、行動障害が起こってくる。長期雇用量使用後の離脱症状として、急性腹腎不全が発生しうる。妊娠している女性に対する臨床試験は実施されていないが、動物を用いた実験では、更新鋼外列が増加することが示された。 プレドニゾロンを妊婦が服用する場合には、治療の利益が副作用の危険を上回る場合のみに、止めるべきで、服用患者から生まれてきた子は、副腎機能を慎重に確認する必要がある。プレドニゾロンは、母乳中に分泌される。プレドニゾロンを含むすべての糖質コルチコイドは、蛍光投与、静脈注射、筋肉内注射、軽直腸投与のいずれも、 競技会中の使用は世界アンチドーピング機関で禁止されている。ありがとうございます。